はい、どうも、ブルーローズです。あとこちらゲストの N でーす。 N でーすまあ聞きはあると思いますね。今回ですね、ちょっとなんとなく趣味で将棋やってたんで、将棋をやりたいと思いますね。ちょっと見づらいと思うんですが、すみませんが、まあそこをお願いしますね。では早速 N さん対僕ブルーローズで対決したいと思いますね。では、うん、どうぞ。あ、俺からどうする？振り駒、振り駒でいく。うん。あ、ちょっと今なんかふと桂馬が一つなくなったんで、消しゴムで作ってなんとかしましたね。じゃあ先行。やった。どうぞ。まあ動き方はもちろん知ってますけどね、 N さんでもね、 N さんでもね、うん、まあちょっと長い戦いになるかもしれませんが、お願いします。ちょっと音楽にもかけますね、うん、しまった封取りましたね。これは N さんなんでね、仕方ないですね。まあ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 、 N さんなります。飛車なりました。うんうん、どこ行こうふふ、まあそれは逃げるわ。ちょっと切ないみたいな曲なんですけどね、はいなんか微妙っすねまあ別に書く方がしないんですけど虫してきましたね。まあここはもう書くしか取るしかないっすね。それやばいかもしれませんね。大手いきなりね取っちゃうっていうねこれは惜しかったね。まあ多分 N さんはまだ気づいてないと思うんですけど、いいって見つけましたよ。ちょっと買いますね。お、なるほど、なるほどやられたね。これでもいいんですね。桂馬置きましたね。はい。へい、どうも。いや、これはんこういったうーん、どうも金ゲットでございます。さあ、N さんどうします？おっと、 N さん意味のわからん行動に出た。これが N っぷりですね。うーん、どうしよう。え、 N さん、んちょっと失敗じゃないんですかねN さん、飛車と角間違ったんじゃないですかなんと大駒角ゲットっす。これはすぐ詰むと思いますね。うわー、面白。 N さんにしかできないことだ。うん、いや、ここはと考えください。すみません。
そうっすね。ここはまあ。もう結構ピンチ、まだピンチじゃないと思うんすけど、どうっすかね。どうですか。金ゲットっす。はい、ラッキー。まあほぼもう積んだようなもんですけど、まだでも飛車とかがなかなか値があるんですけど、多分もうほぼ積みそうな。王手。うん、さっき N さん失敗じゃないですか。ちょっとこっちも失敗したかな。失敗やね。まあ強者でも王手。ちょっと失敗しちゃったかな。5駒です。おーって逃げられましたね。もうやばいや。まあほぼもう積んだようなもんなんですけど、まだちょっと気は引けませんね。したい話ね。さあ、もう速攻対局終了となるよ、N さん。いい駒持っとるね、俺も。金と飛車。N が角。あれ？ああ、え？ああ、こうか。はい、これ桂馬ですね。
はい、大手ですね。まあまあまあ、え、もう積んだんじゃない？あ、積みましたかね。うん、あ、まだ積めないか。くそ、ギリギリつま。まだ、え、もう積めないのか。だと思いましたよ。大手。ん？うわ、なんかめっちゃ攻めてきましたね。くそ。やりますな。まあまあ、でも、まあまあですね。おって。お？お？あ。つなね。え、気に入る？いや、まだ。なんかね、変な塊やね。取っとこうか、ここは。はい。銀取りましたね。ここはうざいね。変なのばっか置いてもいかんや。だって詰まんね、うん、え、詰まんじゃん。どうですか。アウト。アウト。なんと最後歩を取って終わりという。まあでも結構、あの状態が逃げて粘りましたね、エヌさんも。なかなか。まあいいんじゃなかったんですか。エヌさん、今回の評価は。まあまあ、まあまあ、星5のうち何個ぐらい？3ぐらい。3ぐらい。お、まあ3ぐらいなんで。半分より良かったという実力でした。はい。まあこんな感じになって終わりましたね。じゃあ、終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。